どうも、笹さんです。本日動画撮影日2020年10月9日、今お昼前なんですけど、ついにね、この日が来たかという感じでございますよ。カメラ好きの方はですね、知ってる方多いんじゃないかと思うんですけど、本日はですね、大注目のソニー α7S3 の発売日でございます。私、笹さんはですね、予約開始とほぼ同時に、予約することができましたので、無事にね、ついさっき到着しました。ということで、今回はですね、こちらを開封して使ってみたいんですけど、もうね、YouTube 上に海外の、YouTube クリエイターの方とか、まあ日本でもね、先行でレビューされてた方もいたので、まあ多分ね、興味ある方そういう動画も見てると思うんですけど、私、笹さんはですね、ソニーの α6600、APS-C 機ですね。このカメラからの乗り換えで、自分自身フルサイズ機使うのが初めてなので、まあそういった目線でね、レビューしていけたらなと思っております。はい、それではこちら、ソニー α7S3、開封していきたいと思います。もうこれね、今年買ったものの中で、一番楽しみにしてたと言っても、過言ではないと思います。マジで。めちゃめちゃ楽しみにしてました。まず USB Type-C ケーブルと、で、これがケーブルホルダーみたいなやつだと思います。で、こちらが説明書とか保証書系ですね。これが α7S3 専用のストラップですね。これ、本革なのかな？ちょっとわかんないけど、革っぽい匂いは一応してます。で、こっちが、充電器ですね。その下に、充電器に使うためのケーブルもついてます。充電器がこんな感じ。α6600 にはこういうね、専用の充電器ついてこなかったので、まあありがたいっちゃありがたいんですけど、ついてこなかったんで、もう買っちゃったんでね、別にあるんですよね、もう。で、箱の一番下に、バッテリーが入ってますね、こちら。これは NP-FZ100 っていう型番のバッテリーなんですけど、今使ってる α6600 とか、まあソニーの α7-3 とかもね、同じバッテリーなので、持ってる方はね、一緒に使うことができます。はい、じゃあいよいよね、これが本体でしょう。おお、ああ、いいね。結構こう、ずっしり感ある感じ。じゃあ見てみたいと思います。いきます。オープン。はい、こちらがソニー α7S3 でございます。どうでしょうか？かっちょいい。めっちゃかっこいいんだけど、これ。うわ、すげえな。結構ね、しっかりグリップできるな、持った感じ。α6600 は、こう持った時ね、なんかちょっと小指が余りそうな感じで、コンパクトなのはもちろん嬉しかったんですけど、まぁ、ちょっとね、不安っちゃ不安っていう部分もあったんですけど、α7S3 は小指余るとかっていうこともなくね、かなりしっかりグリップできます。はい、じゃあこちら α7S3 詳しくね、見ていきたいんですけども、まず電源スイッチがシャッターの周りですね。これを回転して、電源入れるって感じで、ここにもね、ダイヤルがついてます。まあフルサイズ機にはね、多分みんなついてるんでしょうね。α6600 にはそういうね、ここのダイヤルっていうのはなかったです。で、シャッターの手前には録画ボタンと、カスタム2のボタンがついてますね。α6600 はカスタム1とカスタム2っていうボタンがついてて、録画ボタンはね、なんかちょっと変な位置っていうか、後ろのね、斜めの角のところにね、あったんですけど、これがね、ちょっと押しやすくなってますね。で、これがモードダイヤルなんですけど、モードダイヤルはね、これボタン真ん中のやつ押さないと回んないタイプなんで、まあ、これも α6600 と違います。そして α6600 はこのダイヤルで、絞りをね、調整してたんですけども、α7S3 は、そのダイヤルと、もう一個ね、これ露出の調整なのかな？このダイヤルもね、ついてます。はい、そしてこちらが背面ですね。カスタム1、AF オン。これなんだっけな？ちょっとわかんないんですけど、メニューボタン、カスタム3。AEL、そしてこれがジョイスティック。このジョイスティックはですね、α6600 とか、ついてなかったので、まあ、個人的には嬉しいですね。そしてその下ファンクションボタン、あと回転するダイヤルとか、ボタン、そして再生ボタンと、まあ、ゴミ箱、写真のデータとか消す時のボタンですね。こういうのがついてますね。α6600 と比べると、まあ、若干ボタンの数とか位置が違ってたりするんですけど、結構似たね、作りになってるんじゃないかと思います。あと背面モニターですね。一番大事なとこ忘れてたんだけど、これね、バリアングルになりました、ついに。こういう感じでね、横からモニターが出てきて自撮りすることができます。まあ、これによって、この上にね、外部マイク乗ってても、まあ、モニターに干渉しないと。α6600 とかはね、
こうやってね、背面のモニター、チルとして自撮りできるんですけど、その代わりにね、ここに外部マイクをつけると干渉してしまってたので、その対処方法として今までだったら、別売りのね、サードパーティー製のアタッチメントをつけて、マイクをつけるとか、まあこういう風にする必要があったんですけど、今回からね、本当に必要なくなったので、ありがたいですね、これは。そしてですね、SD カードスロットが今回かなり進化してて、まず開け方がね、このスイッチを下にスライドして、手前にこうやれば開くんですけど、するとね、2つまず入れることができて、しかもね、SD カードスロットだけじゃなくて、CF Express の Type A っていうね、まあ、新しく開発された、カードの規格にも対応してて、しかもね、これどっちも兼ねてるんですよね。この1つのスロットに SD カードも入れることができるし、まあ、そのね、新しく開発された、カードも入れて保存することができます。で、バッテリーの収納口はこの下ですね、ここを開くと開きます。まあ、このバッテリーのところはね、α6600 も一緒だったんですけど、α6600 はここにね、一緒に SD カードも入れてたので、まあ、これがね、分かれたっていうのと、こっちはね、シングルスロットだったので、まあ、これは単純に嬉しいですね。で、反対側なんですけど、まずこのね、上のところが、マイク端子になってます。ここに外付けマイクをつけて使えて、その下を開けるとですね、これなんだろう。あ、ヘッドホンジャックですね。そしてその下が USB Type-C 端子で、一番下が、まあ、これマイクロ USB の端子だと思うんですけど、ソニーが販売してるアクセサリーとかつけるのかな。このね、USB Type-C の端子は、PD 充電に対応してるので、例えばこういうね、ラブパワーの充電器、これと組み合わせて、ケーブルを接続して使うことで、長回しできるっていう感じになってます。はい、じゃあ一旦閉じて、ここを開けると HDMI のフルサイズのやつが、挿すことができると。 α6600 はこの HDMI 端子が、めちゃくちゃちっちゃい、これマイクロだったかな、マイクロ HDMI だったんで、これが変更されてるので嬉しいっていうのと、USB Type-C 端子もなかったんですよね。なのでこれはね、かなり大きな、進化っていうか、まあ進化っていうかね、そもそも、APS-C 機と、フルサイズ機なんで、まあ全然ね、シリーズ違うんでしょうがないっていうか、まあそういうもんだと思うんですけど、個人的にはね、嬉しいですね。はい、じゃあここで、重さもね、試しに測ってみたいと思います。まあよくね、スペック表に書いてあるのは、SD カードと、バッテリーの重さ含むって書いてるので、今回もね、同じ条件でいきたいと思います。はい、じゃあ SD カード1枚とバッテリーを入れて、ボディのね、このキャップも外した状態でいきます。はい、694g ですね。これね、やっぱ結構軽いんじゃないかなと思うんですよね。持ってもね、まあ今レンズついてないですけど、そんなにね、気になる感じではないです。じゃあついでに α6600 も、同じ条件で測ってみましょうか。よいしょ。498g なんで、まあ、200g ぐらい一応ね、差はあるんですけど、まあ、当然今回購入した α7S III の方がね、高機能だし、まあ、画質もいいはずなので、個人的には特にこの差っていうのは気にしてないです。はい、じゃあいよいよ電源入れて、セットアップしてみたいと思います。あ、この辺はね、まあ、簡単な初期設定ですね。はい、じゃあ設定が終わったので、メニュー画面見てみたいんですけど、はい、このメニュー画面がですね、今回の α7S III から全然違ってまして、このね、α6600 とか、まあ、フルサイズ機の α7 III とか、まあ、そういうのは、今までね、結構不評だったんですよね、メニューの作りが。まあ、どういうことかというとですね、これね、α6600 ですけど、α7 III とかでも、まあ、ほぼ同じメニューだと思うので、ちょっとサンプルというか、試しに見ていただきたいんですけど、まあ、こういう感じで、大きい項目っていうのが上に並んでます。画質とか、動画1、ネットワーク、再生1とかって、まあ、こんな感じで並んでて、じゃあ例えば動画の設定するよっていう時に、まあ、ここに合わせて、下に行くと、まあ、こんな感じでね、いろいろ、まあ、設定することができてました。ただ、この並びがなんか使いにくいとか、あとメニューがね、タッチパネルに対応してないとか、これが嫌だというふうに言われてたんですが、今回の α7S III からはですね、まず大きいメニューっていうのが左側にありますよね。撮影、露出、色、フォーカスとか、ま、いろいろ並んでて、その次一つ右に進んで、画質、メディアとか、まあ、ここもね、サブの見出しみたいなやつがありますよね。で、この時に、もう次のね、三つ目の設定みたいなのが見れるんですよ。これが結構、便利そうだなということで、α6600 までのやつは、このね、三つ目のメニューっていうのは見れなかったので、これはね、使いやすくなってそうだし、あとね、タッチパネルもついに対応したらしいんですよ。お、ほんとだ。
使えますね、普通に。まあ、個人的にはね、別にメニューもこのダイヤルでいいじゃんって感じなんですけど、まあ、結構これはね、不評だったので、改善して嬉しい人は多いんじゃないかと思います。はい、ここまで少しお待たせしてしまったんですが、このね、普段使ってる α6600。これは APS-C センサーで、画素数がね、2400万画素ぐらい。そして今回買った α7S3 はフルサイズセンサーなので、APS-C よりもね、かなりセンサーサイズが大きくて、画素数はね、だいたい半分ぐらいしかないです。α6600 の。だいたい1200万画素ぐらいなので、このね、画素数が低いと、1画素あたりの受光面積が広くなって、要するにね、暗所に強くなるんですよね。なのでこういうね、光量十分確保できないような室内で動画を撮っても、ノイズがね目立ちにくくて綺麗に撮影することができるんですよ。ということでね、この普段使ってる α6600 から、今回買った α7S3 に交換してみたいと思いますと言いたいところなんですが、まあ、実はですね、α6600 普段2台体制で撮影してたんですけども、まずこうやって手元を映してるカメラが1台、そしてもう1台の α6600 はここにあります。じゃあ今撮影してるカメラ何なんだっていう話なんですけど、実はですね、今回 α7S3 2台買いました。ということでね、もう使ってるんですよ。実はこの動画の最初からね、α7S3 で撮影しております。どんな感じで映ってますでしょうか。ちなみに画質の設定なんですけども、4K の 24p。今までもね、α6600 4K24p で撮ってたので、まあ、とりあえず、統一しております。で、色とかはね、普段ちょっといじってたんですけども、今回は、もうドノーマルのね、デフォルトで撮影しようということで、ホワイトバランスもオートだし、ピクチャープロファイルとかもね、何も使ってない状態。そして、レンズは、ソニー製の焦点距離 24mm、F1.4 のレンズ使ってるんですけど、今ね、ISO 感度が100、F 値が 1.4、シャッタースピード50分の1にしてます。それで、まあ、こんな感じで映ってるんですけど、まあ、どう見えてるんだろうな。まあ、今ね、一応、パソコンのモニターに HDMI 出力して、見てるんですけど、まあかなりね、綺麗に映ってるんじゃないかなと思います。いつも α6600 で撮ってる時は、このね、後ろの黒い部分が、まあ、ちょっとザラついてるように見えたりするんですけど、まあ、今回はね、やっぱそんなことないかなっていう感じ。それと、α6600 を買う前は、パナソニックの GH5 使ってたんですけど、GH5 って皆さんが言ってる通り、オートフォーカスあんまり良くなくて、そっから α6600 に乗り換えたら、めちゃくちゃオートフォーカス良くなったなって思ったんで、α6600 から α7S3 に乗り換えたとして、そんなに変わんないんじゃないかなって思ったんですよ、オートフォーカスは。ただね、実際使ってみたら、全然違う。めちゃくちゃオートフォーカスいいです。今ね、オートフォーカスの設定は、顔に来るようにしてるので、それ以外のものをね、カメラの前に出しても、ピントいかないんですけど、顔を隠すようにものを出したら、ちゃんとね、すぐピントいくんですよ。いきますね。はい。ほら。どうすかこれ。めちゃくちゃ早い。さっきも言ったように α6600 もオートフォーカス非常に優秀で、顔認識にしてれば顔からねオートフォーカスずれるっていうことはなかったんですけど、顔認識にしてるときこうやってね、その前に物を出してもこういう風にすぐオートフォーカス来てなかったと思うんですよね。一瞬ねこう顔どこかなみたいな、探す時間があってその後物にピント合うみたいな感じだったんですよね。顔認識をオフにすればね、まあ、こういう感じで、すぐねピント合ってたと思うんですけど、このね α7S3 に関しては顔認識にしといて、顔を隠すとすぐ物に合うと。これでめちゃくちゃ便利だな。めっちゃいいと思うんだけど。今回の動画は詳しい検証っていうのはやんないつもりなんですけど、まあ、とりあえずね、せっかくオートフォーカスについて触れたので、カメラね、2つ並べて、どんな感じか試してみるっていうのと、まあ、あとね、単純に画質どう違うのかっていうのを見ていただきたいと思います。はい、今目の前に α6600 と α7S3、2台ね、並べて同時に動画撮影開始したんですけど、どんな感じですかね。つけてるレンズが α6600 はシグマの、焦点距離 16mm F1.4 のレンズ、35mm 換算にすると 24mm になります。そして α7S3 はさっきも言った通りソニー製の、焦点距離 24mm F1.4、GM レンズつけてるので、まあ、画角はね、ほとんど一緒に見えるんじゃないかと思います。そして設定はシャッタースピード50分の1、F 値 1.4、ISO 感度100にしてて、ピクチャープロファイルはなしで、ホワイトバランスどっちもオートにしてます。で、今オートフォーカスの設定は顔認識にしてるんですけど、どんな感じでしょうか。まあ、なので、前に出たりとか、後ろに下がったりしてもね、
全然ね、オートフォーカスずれるっていうことはないと思うんですけど、これでさっき言った目の前にね、こう物を出した時にオートフォーカスどうなるのかっていうのを見ていただきたいんですけど、まずはね、α7S3 から、目の前にね、こう物を出すと、ちゃんとね、こっちにピント合ってますよね。これちゃんと顔認識にしてるのに。これね、やっぱ便利なんですよね。それに対して α6600 いきますね。あ、あったかでも。これ合ってる？ちょっと時間差で合ってると思うんですけど。あ、今は合ったかな？ちょっとね、これが嫌なんだよね。てか、画面がね、ちっちゃくて、あんまりわかんないんだけど。背面ディスプレイの解像度が α7S3 の方がね、高いので、まあ、こっちはね、確認しやすいんですけど。α6600 ね、ちょっと確認しにくいんだけど、これ。これね、ちょっとわかんないから、後でパソコンのモニターで。確認したいんですけど、どんな感じですかね。ちょっとワンテンポかかる時があるんだよね。あ、やっぱちょっと時間かかってるかな。 α7S3 はね、すぐ来るんですよ、オートフォーカスが。これがね、ほんといいよね。まあ、これがね、顔認識にした場合っていうことですね。あ、それと一つ言い忘れてたんですけど、さっきまでは、このね、アーカーゲイの C214 っていうコンデンサーマイクで、音声収録してました。で、今ね、カメラの内蔵マイクに切り替えたので、まあ、ちょっと聞こえ方違うというか、さっきよりは音悪いと思うんですけど、二つをね、聞き比べていただけたらなと思います。まあ、どんな感じの音声になってますでしょうか。じゃあ続いてオートフォーカスを、顔認識を、オフにしてみたいと思います。はい、今オートフォーカスの設定を、顔認識オフにしてみました。どんな感じでしょうか。α6600 だったら顔認識オフにした時は結構ね、マイクにフォーカス合っちゃってて、顔がねちょっとぼやけたりしてることが多かったんですけど、今どんな感じだろうな。顔に合ってるかな。ちょっとね、背面ディスプレイで確認しにくいんですけど、 α7S3 どうだろう。そしてですね、オートフォーカス、目の前にね物を出した時の、検証したいんですけど、例えば顔に被せなくても合うね。これ α7S3 なんですけど。あ、やっぱさっきはね、顔認識だったんで、まあ、顔の前に持ってこないとダメだったんですけど、今はね、顔に合わせなくても合うと。てか、オートフォーカス早すぎんこれ。すごくね、本当に。やばいね。じゃあ α6600 でも同じことしてみたいと思います。どうなってるかね。やっぱ確認しにくいんだよね。背面のディスプレイの解像度の問題なんだと思うんですけど、ちょっとね、確認しにくい。マジでわかんないんだけど、どこにピント合ってんだ、これ。合ってますね、これ。あ、今合ってるか。どこにピント合ってるかわかんないんだよね、ほんと。もう一回ね、α7S3 行きましょうか。おー、すご！すご！すごくね？うわ、すごいわ、これ、マジでね。もう出した瞬間合うじゃん。やべえ。めっちゃ楽しいんだけど、これ。このオートフォーカス合わせてんのめっちゃ楽しいんだけど。じゃあもう一回 α6600 リベンジ。あ、ちょっと時間かかるな。もう十分に α6600 でもいいと思ってたんだけど、この前までは。大丈夫これ。合ってる。なんかちょっと怪しいよね。わ、すごいなぁ。めっちゃ進化してんじゃん。はい、というわけで簡単な検証だったんですけど、オートフォーカスについては、α6600 でもね、まあ、結構満足してたんですけど、それよりもね、だいぶ良くなってるっていうのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。で、さっきも言ったんですけど、後日ね、ちゃんと手ブレ補正とか、まあ、暗所性能っていうのも比較してみたいなと思っておりますので、まあ、よろしければね、そちらもご覧いただけたらなと思います。それと、こちらですね、ソニー製カメラの神マイクって言われてるこの ECM-B1M っていう製品、これも買ったのでね、また後日試したりしたいなと思います。まあ、本当にね、まだ軽く触ってみただけなんですけど、かなり使いやすくなってるし、性能はもちろん高いし、見た目もかっこいいし、今んとこね、大満足ですね。ただ一つ気になったのが、
結構ね、今日長回ししてるんですよ。1時間ぐらいもう動画撮ったと思うんですけど、4K24P で1時間ぐらい動画撮って、結構ね、本体熱くなってますね。海外 YouTuber のレビューとか見てると、炎天下でカメラにもガンガン直射日光を浴びせてるような状態じゃなかったら、なかなか熱停止しないという話だと思ってたんですよ。なので、こういうね、そんなに熱くない室内で、4K24P で長回ししてても、もう熱くすらなんないんじゃないかなっていう風に想像してたので、まあちょっとね、不安っちゃ不安ですね。止まってないから別にいいんですけど、ちょっと気になったっていう話でした。まあそれ以外は本当にね、使いやすいし、性能高いんでね、大満足っていう感じですね。はい。じゃあ今後ね、まあいろいろ検証していきますので、そちらもご覧いただけたらなと思います。というわけで今回以上なんですけども、私サスさんこのメインチャンネルの他に、サブチャンネル、ゲーム実況チャンネル、ミルダム、ブログ、ツイッターやっておりますので、よろしければそちらの方もご登録いただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。